さあ、ということでね、クラウドが今わけわからん状態ですが、そしてメインメンバーにケットシーがおりませんが、正確にはね、発音的にはケットシーなんだけど、一番初めに FF7 オリジナル版やった時にあれがなかったじゃん、ボイスがなかったじゃん。普通にケットシー、ケットシーって、ゴリラじゃなかった呼んでたんで、それがずっと残ってるね。お、セフィロスか。あれ、これはクラウドの、どうしたなんか爆弾、あれリメイクの時の。じゃあ爆弾仕掛けて爆破させっから。懐かしい、一番初めの魔航路爆破事件のところじゃん。楽しそうだな、クラウド。その結果どうなった？もう00だから爆発するじゃねえか。実際は爆破できなかったよね、これ。確か爆発全然足りなかったんだよね。でもシンラがついでにマッチポンプで、ね、爆破を強くして本当に壊させたんだよ。あ、死んでる。お前の爆弾のせいで大勢が死んだ。嘘つけ、この爆弾大した爆発じゃなかったんだよ。ビッグセン。お消費が汚い。ちゃんと綺麗にそれ。その感情は本物だろうか。悲しむふりはやめろ、クラウド。あ、久しぶり。これは7番街プレート落下事件の、マジリメイクの時は空飛んでる敵倒すの大変だったわ。ジェシー、ジェシー。大切な仲間だったのに、お前は何も感じない。なぜだろう。フィーラーだっけ、この幽霊っぽいの。セフィロス。悲しみ、怒り、罪悪感、後悔。なんであれ、お前にはわからない。かわいい俺の空っぽ人形。このヤンホモはよ。セフィロス。ブス。ああ、そうだ、それでいい。空っぽの心を怒りで満たせ。その怒りで悲しみを燃やし、あの日の俺になる。これセフィロスがいつものシーンをクラウドで再現してみたいな感じになってる。あれ、また巻き込まれてる、黒マント。俺はセフィロスとは違う。まあ違う。分かってるよ、クラウド。行こう。今はもっと叱ってやらないと。うん。さあ、ということでメンバーがちゃんとなってるかな？なってるな。バレットをね、1個はね、体力を積みたいんだけどね。クロマテリア。再生の回。なーにこれ。長いお付き合い。京都銀行。おや、脇道もあるのか。いや、下に行けない。そこ宝箱じゃない？逆に下から上がってこないとダメなのか。あら、一気に行くぞ。仕上げだ。行くぞ。燃えるよ。そっちか。落ちろ。蹴り崩す。届く。こっちだ。念の行くぞ。どけどけ。切り崩す。頼んだぞ。はいはい。任せるね。バレってやな。俺の見せ場だ。そこだ。追い詰めたぜ。俺が決める。終わりだ。シレットのノリで完全回復しておいて。油断したな。消え失せろ。こっちから来たんだね。ん？うん。外れそうな道から行きましょう。お、宝箱じゃん。もう、どうして？落ち着いていけ。またそこから狙いを抜いて飛んでけ。これやばい。危ね。気合入れとけ。やってやる。落ちろ。叩き切る。冷たいよ。どけ。備える。燃え上がって。気負いすぎる。はいはい。協力してこう。俺の見せ場だ。あれ全部ブロックじゃん。ぶち込むぜ。どうやったらダメだ。どんなもんよ。いけんだろう。連携しよう。頑張るね。そこから来る。おお。引っ込んどけ。燃えるよ。どっちはどうだ。下がっている。ブロックだね。そっちは任せ。お任せあれ。それ。焦げちゃえ。そっちは大丈夫。待ってました。くたわり。まだか。まあまあブロックされてる。連携しよう。いいとこ見せなきゃ。あちちちち。ATB ゲージがたまるんだったら楽でいいね。セトラガード。もうクソ装備じゃなかったっけな。セトラ、あ、おっと、アミュレットよりさらに一つ強い。このバングルと腕はどうにかしろよ。いいね。これはいい。42、42だったら両方ともだいぶ強いよ。これは、行くか。バレットにつけさせるか。バレットにつけて、ここに、ヒットポイントアップをいっぱいつければ、もうちょっと買っとけばよかったかな。3500遠いな。AP アップ、AP アップ、今何に使ってたっけな、AP アップ。ユフィとティファと、属性強化中。もうちょいだね。ガード強化。いや、まあ一気につけれるのはいい。最後7500って完成しますかね。こうやって今考えるとね、ヒットポイントアップをもうちょっと用意しておくべきだったね。マックスまで育つやつはね、そんなないんであれば。適当につけときましょうか。ヒットポイント吸収は、何と合わせても効果ねえな。この組み合わせだと。ないね。まあ一応レッド13の空いたところに何でもいいから適当に入れときましょう。なんかねえかな。時間。ヘイストが使えるは、結構いるんじゃない？ヒットポイント吸収なんかいらねえから、ヘイスト入れとくか。ありかもね。今更何言ってんのかわかんねえんだけど、ありかもね。属性。属性ってなんだよ。ありかもね。ちなみに9999与えたら 15% でも1500回復するからでかいね。ということで、魔法。バレットはすぐゲージ固まるんで、ヘイストを使わせるのはありかもね。誰の武器がまだなかった？風魔手裏剣。いやー、FF3 の時はね、手裏剣が強かったですね。風魔手裏剣。バランス型。77、77。どう見ても手裏剣には見えないけど、ATB を消費するほど効果が高まる。ヒットポイントと MP を吸収する。ね、邪気退散と共通。最大レベル3ってそもそも3たまんねえからな。まあしゃあない。武器オートバランス考えるのがめんどくさいんで適当。これで全員分の武器出たっけ？無視できるけど、あれボスアダマンタイタン。弱点は炎。協力してこう。頼られちゃな。ぶっ放す。怒った。怒った。ババリア。ってことは。逃がさ。俺がね。沈め。念のため。いや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 。繋いでいくぞ。このまま決めよう。飛んでけ。現在はそのことヘイストとエアリスが待って、エアリスやってやろう。どうだ狙うぜ。何か跳ね返ってきてるよね。いけんだろう。ここからだ。うお、こっちだ。仕上げだ。燃え上がって。頼んだぞ。とにかくエアですよ、ゲージがたまんないんで。はい、どけどけ。いけそうかな。おう、任せとけ。当たれ。両方使うんじゃねえよ。おっしゃー。はあ。狙うぜ。怒りの年。気合い入れとけ。落ち着いていけ。頑張るね。あ、よろけて、まだまだ。何。おう、いけんだろう。ここからだ。引き崩せ。攻撃か、おまけ。ワーストラッシュ。アマチュア。ルートはこっち。おったから、おったから。エクスポーション、一目と完全回復。戻ったところに宝箱があった記憶が。最後のボス前のさベンチあるのかな。やっぱエリクサーっすよね、うん、結局通常アイテムの最上位アイテムはエリクサーがラストエリクサー。ラストエリクサーあったっけって思うけど、明るいところに着いた。壁画。あいつらすげえや。じっちゃんにも見せたいな。写真撮ってこうぜ。ちゃんはもう年だからね。エアリスが何かを、なんか出てきた、なんか出てきた。おお、人間と戦ってる。ナイスシールド。そもそも幻がそんな近づかれちゃダメだろう。杖が当たり判定あるんですか、この杖。悠久の時を超え、ここに立つ者たち、星とともに歩むセトラの季節が過ぎようとしている。ほどなく歴史に敬意を払わぬ者に星を譲ることになるな。ということでね、こうやってじっちゃんに見せてあげればいいんじゃない。ほらカシャッ記憶にもないんだけどね、スクリーンショットをねやってて、一応撮っといたから、後でじっちゃんに見せてやればいいんだ。解説が入る。終えた我らを待ち受けていたのはさらなる苦難だった。おお、明るい。人の子らは我らを襲えた。人の子らは我らを妬み、これもまた最悪の計りごとだったか。もはやわからない。魔導士なのに結構戦える。我らを選ばなかった。我らは奪われ、抱えきれぬ怒り、拭いきれぬ悲しみとともに、今滅びの時を迎えようとしている。とっくに滅びている気はするんだけど、今滅びようとしている。痛い浪人はやめろ。頼んだぞ。ニートふぶいて。ニートふぶいて。これでよ。任せるね。おう、任せとけ。やっ。この野郎。ね、どっちはどうだ。マスクをしたの。仕上げだ。気負いすぎる。お任せあれ。どけどけ。砕けちゃう。まだまだ。見て協力してこ。頼られちゃうな。気合い入れとけ。ここからだ。これだ。あります。いや、これだ。燃えるよ。あ、落ちろ。そっちは任せ。頑張るね。はい。ね。隙だらけですよ。冷たいよ。いや。そっちは大丈夫。おう、任せとけ。いや。いけんだろう。落ち着いていけ。はい。いや。それ。とりゃ。どけ。いけ。苦しませな。協力してこ。覚悟はいいか。よし。おう。やったぞ。当たれ。祈り間に合わなかったね。はいか。はるか昔、北の地が傷ついた。北の地こそ約束の大地ですから。最悪となった。最悪は姿を変えた。同じ人がずっと歩いてるけど。亡き母、亡き兄、なんかすげえ揺れた。最悪は種をまいた。我ら何触手プレイ。人の子ら、我らは星とともに多くの同胞が星へと帰った。最悪は帰らなかった。星とこれですかね。リバースのラスボスはこいつですかね。最悪は後に名前を得る。お、ジェノバですよね。混ざりし者たちよ、気をつけなさい。ビリー最悪の種は今芽吹き一つにならん。あベンチあった。 MP 回復させてくれるんならベンチいらないんじゃない。なんかできてる。狙う。先に手を切り崩す。燃え上がって刻む。そっちは任せるね。頼られちゃうな。よかった。こっからだぜ。届け。こっちだ。どんなもん。こっちはどうだ。お任せあれ。魔法で決めてこ。いけそうかな。ラーメンしか使えないんだ。まだまだ。まだまだ。気合い入れてけ。貫く。攻めるぞ。攻撃するためのゲージがない。そういう意味ではね、ATB バースト時にゲージが増えるのはありなんだ。叩き込め。私も手伝う。ね、いける。やってやろう。そっちか。せっかくバーストさせてもね、バーストさせるために使う攻撃手段がない。暗いな。どっちはどうだ。こっちだな。こっちにクラウドがある。私の出番を差しといて。はい。焦げちゃえ。まだまだ交代。頼られちゃうな。いけんだろ。俺が出る。そっちは大丈夫。エールバー。盛り上がったんかい。ああ、こんなもんよ。お、マジカルのマテリアが。まあ、ここで回復見えてたんでね、どんなゲームキー使っても大丈夫だって思ってたけどね。15。ああ、いった。ギガポ。エーテルとフンクスの方がいつも通り申し訳程度に。さすがにこれが最後のセーブポイントかな。セーブポイントってのはおかしい。回復ポイントかな。